残念、復活するんですね。あー、はい、おしまい。よくわかんないな、この世界観は。中世、首なし。なんかこの横顔さ、金髪に顔を染め、髪を染めたさ、なんかターミネーターのシュワちゃんみたいな感じしてない？なんかほっぺたがさ、中の超合金が出てきちゃいました、みたいなね。という、まあそんなくだらない話からスタートしたわけなんですが、今回は、ちょっと戻ってきまして、で、ここからこっちの方とかに、ちょ、あるっぽいんですよね。なんか、なんだっけ？わかんない。ビルさん、あいつの正体は、一応調べては見たものの、結局何かよくわかんなかったんで、一旦無視していきます。ってことで、なんかの教科、あれ動いてないぞ、あいつ。どうした？元気なくした？大丈夫？元気なくなっちゃったのかな？どっかから飛び乗れたりすんのかな？あれ？ん？無理か。じゃあ、いっか。よし、じゃあ、行きましょうか。こっちの方に、宝。え？今ね、動き始めてないよね。急に動き始めちゃうマイレボリューションだからな。ということで、対攻撃力1455ときは黙っておきな。まあ、星4つで動かしやすいのかもしれないけどね。で、あ、違う、俺どこに行きたかったんだっけ。あ、やべえ、音楽がドゥンドゥンって流れ始めたせいで、わかんないことになっちゃった。めんどくせえ、めんどくせえ。やばい、くしゃみが。へっ、ひどい！あ、そうそうそう、この霊廟の廃墟、あ、違うな、こっちか、亜人の森だから、こっちじゃねえ、霊廟じゃなくて、亜人廃墟、でも、ここあんのか？あ、なんか、あ、違う、ここあれだ、来て、なんかよくわかんない謎の二人組が、弓矢で大歓迎してくれたところだったから、よいしょ、宝、神殿先、上の方になんか立ってんな。あそこの、神殿じゃなくて、で、こっちもなんか気になるんだよな。まあでもそろそろね、あとこのパート、次のパートくらいで終わりにしないと、もうみんな飽きたって感じがするもんね。飽きた、山形、そういうのがつまらないって話なんですよね。もうちょっとこっちか。違うな、ダイヤンマリカ協会じゃなくて、なんだったっけ。あれ、この辺にもあるんだっけな。なんかどっか侵入できそうなところは、うわぁ、なんかお花畑がいっぱいルンルンしてんな。あ、こっちか。ほい、あー、すかしたー、すっか、ピーン。え？え？足、あー、一応こいつら、一応こいつらあれなんだな、ボスがいなくなっても俺たちの手で、ボスの、なんとか会おう、みたいな。なんだっけ、ボスの意志を継ぐんやー、みたいな。あ、あった。これ調べる。あ、調べるが。あ、出てきた。あれ？素材を取る。あー、ついていけってか？ついていきます。え？なんか急にそんな霊的なあれになるのか？こっちに行ったら、あ、でもなんか普通に降りるところがあるな。こっちでいいのか、じゃあ。よし、じゃあ従ってついていきましょう。おーおーおー、大丈夫か？おーおーおー、スンと落ちてるぞ。あ、いいんだ。あ、まあこっちからまあちょっと回りしても降り、あ、でもなんか気になるのがあるな。よし。で、全然いらんアイテムだったけど、あーは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 ー、なるほどね。こっちの方に行くと、なんか洞窟、あったわー。で、これ以上先には進むことができません。穴と雪の女王の洞窟？ふん、宝箱があるんだけどさ、これ宝箱使えるのか？いいのか、これ、宝箱行って。でっかいネズミでっまだいるべ？もういないべ？いるね、いるね、
いる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 。ああいうのにこうもう囚われたらダメよっていうおぼし虫ですね。ちょっと待ってね。確かね、なんかランタンを、あれ？違う、ランタン、あれ？ちょっと待ってね、ランタンをつけられない。じわっと HP がなんか1秒で2ずつ回復するっていうアイテムをね、前回手に入れたから、そう。ここにランタンか。ランタン、あったあったあった。じゃあ、つけた。で、これでしばらく、ああ、このままでいけるんですね。明るい明るい。洞窟は今後ランタンがあれば十分ですね。つい、オッケーオッケーオッケー。下、くくり。うん、くくりめっちゃあるな。くくりってあった方がいいのかな？軽くなってる。これはあれか。うわあ。あー、下に降りてった。でもなんかその前にね、そっか、またこれダンジョンか。なるほどな。こっちこっちこっち。いる？いや、いるよね、こういうところ絶対ね。いないんかい。黄金ルーン。で、ショッキョッキョッキョ。いや、これ戻ってったら、あーなんだ、こっちにあったのか？サインダバリ。ってことは、ここに行ってたら、まあなんか、ノラ PC が出てきたりするんですね。ノラ PC ってなんだ？そう。で、とりあえず、開けて、アイテムだけ拾っておいて。あ、なんだ。なんだよ。亀の頭かよ。亀の頭のために俺は突き落とされてドッキリ食らって、心臓がバックバックなってんのかよ。で、仕方ない。まあでも、どうせまたこれなんかよくわかんない大ボスがなんかがいたりするんでしょ？どんなボスがいるんだろうね。楽しみだな。みんな、超ご期待ですよ。さーて、ツンツツ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 ツ、ちゃんとね、降りる場所を気にしないと、降りる場所が気にできない。大丈夫これ降りて。すー。あー、よかった。チャッポン、チャッポン。ホタル。ホタル。なんかすげえごっつ、寝てるわー。寝てましたねー。これさ、スケルトンは使えないか。使えないか。こちら、ルーンベア、そういうこと。おっ、おら、あっ、てててててて。おら、ててててて。地球戦だ、おら。よっしゃー。で、どっかが空いてるから、ここだな。違う。くそ。よっしゃー。せっ。おら。お前が死ぬか俺が死ぬか先に勝負だ。そったらいい、オッケー。シャルーンベア、なんだ、魔力封印じゃなくて魔力流印のタリスマン、くすぶり長とトレーナーの試練、これで帰りましょうってオチですね。他になんか特にアイテムはなさげっくすですね。オッケー、じゃあボス戦第一戦終了のお知らせ戻りましょう。じゃあ一旦カットすっか。脱出できたんだけど、あいつはあれなのかな、俺このクマにやられちゃったんだぜみたいなのをこうお知らせしてくれるっていう心優しき人だったのかもしれないですね。で、なんか次は確かなんかこないださ、こないだっていうか前回パートか前々回パートだったかなんか黄金獣のなんか化け物を戦ったじゃないですか。あそこの両サイドになんかあるらしいですね。両サイドでなんかいるっぽいので、そいつらをやっつけに行きましょう。とおまけ飛べる。よし、じゃあ行くか。ほい。すん。かっこいい。飛びすぎ。で、ちょっと待ってね。どこだったっけな。黄金獣からの、どの辺だろう。これかな？この穴、こっちの方から行った方がいいのかな？なんかいるんだけどね。よいしょー。やべ。よいしょー。こっちの方に向かっていくと、もうね、なんかね、うまいとか下手とかそういうのも関係ない、ただの無差別な攻撃、あれ？これ降りてっていいのかな？
こっちってことかね。そういうことかね。どういうことかね。わからないからとりあえず降りてみるがね。ホイールの太いミスター3だかね。あ、なんかあった。ここか。じゃあ行くか。また地下帝国か。地下帝国ろくな目に合わないからな。モーンの行動。よし、シュールルルルル。ルル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 ル。さすがに行動だから。ああ、はいはいはい。ジュワン。行くかーで、サインだまり。またカンカン抱えてると。岩石めっちゃ手に入る場所っちゅうことでございますかね。わー。なんか敵のレベルが上がってる気がするー。スイー、おい、やったー。トゥ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 。いや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 、おかしい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 。こっち向いとんかい。わー、いっぱいいるなー。いっぱいいるなー。これどっちから行くのが正解。リンクと違ってジャンプのタイミング合わせないとね、辛いからね。よいしょー、勝って、相変わらずカッチカチやな。探石1。いやー、ちょっと待って、これはさ、むしろこうした方がいいんじゃないか。バレた、ちょっと待って、矢があれ、矢がもったいない。残念、あれ残念でしたって言おうと思ったら、あくそ、下手くそだな。あれ、ちょっと本当に下手くそだ。歩くんじゃない、羽が生えてる天使ちゃん。落ちろ落ちろ落ちろ。あ、俺が食らってる。いや、中に入ってったな。オッケー、ちょっとでも落がしたい。あ、オッケー。あー、え、どこ行った、真下、違うな、あいつ登ってこうとしてないか。刺さってんだよな。どっちの方がいいんだろう、片手なのか両手なのか。あ、来たねー来たねー、ふっ、よいしょよいしょ、オッケー。あ、片手でも十分になってる。オッケーオッケー、パワーアップしてんな。よし、ドゥンドゥンドゥン。あれ、寝てるよこのやつ。だとしたらバレるんだけど、ならこっちの方が早いってことー。ちょっと待ってー、お前いたのかよ。それは気づいてませんでした、ごめんね、おやすみ。オッケーオッケー、ボゴルーン。あそこで働きすぎて力尽きてるやつがいるな。よし、そんな君にリラクルをプレゼントしてあげよう。ごめん、気づかなかったね。スイー、あ、一撃で倒せねえんだ、ごめんね。君の頑張りはわかるよ、でも俺ももっと頑張ってるんだ。これは死体だったようだ。なんか積んでる。それ俺にもちょうだい、ありがとう。おすい、はい、有給休暇のお知らせです。強制的です。確か5日取らなかったらなんか強制的になんかあるんだよね、あれね。ということで、よいしょ、はい、すい、オッケー、危ないねー。おーおーおー、お前そんな2連撃もできんのかよ。危ないやつですね、まだまだですね。な、死体、あー、出血。出血大サービス。で、こっからカンコンカンコン言ってんだけどな。こっちとあってもう一箇所あったよね、行く場所がね。あ、ここがさっきのあの広いところに来たのか。え？ああ、さっきのあれか。
ほい。アルテリアの歯。我が名は、アルテリア、スイッ、スイッ。オッケー。あー、暴れ散らかすしかないよね。面白いトークがバリバリに浮かぶわけでもないしさ。うん、マサヨシ、なんかいたよ、帰り討ちするだよ、甘いだよ、飛んでるやつがいる、飛んでるやつが一番めんどくさい、飛んでるのが一番めんどくさい、そしてなんかめっちゃ矢放ってくるし、だったらこっちだって負けねえぞ。はい、着地成功ですね、残念でした。はい、おめえなんか相手にしてやんねえからよ。英雄よ、眠れ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 、俺英雄になるってっから。やだな、こんなザックスがいたら。ふんわり錦、笹錦。さてと、あとはどこだ。まだまだ奥に進んで、これ探石レベルが高いやつ違うな、モソクの探石だったな。でこっちの方は行き止まりではないね。あー、開けたらいるんだな、また何かかなーってことは。あいつらを出すってところか。例えば体力回復してる、回復はしてくれたのか、一応。なんかいる、この間さ、ここちらって見たとき。いないな。いないなーい。バーコーヒー。さあ、行くか。はい、お願いしますです。どこの混沌。よし、行け行け行け。あー、体力ねえぞこいつ、体力ねえぞ。よっしゃ、俺の勝ちだ、やばいぜ。一撃必殺秒殺。どうやら強くなりすぎちまったようだ。錆びついた怒り。じゃあ戻りますか。ごちそうさんでした、ごちそうでした。ということで、次どんなボスがいるんだろうな。モーンの行動、その次は一旦カットする。いや、このままいっか。モーンの行動はやりました。逆側か。地下のね、なんかお墓があるっていう噂が流れてるんですけど、ただここまで降りてきたはいいけど、どうやって登る、どうやって戻ったらいいんだっていう話なんだよ。なんかさ、乱気流発生して、あったあったあった、あれだな。うわ、もう絶対あそこ行っちゃダメじゃん。あかんあかん、あんな毒の粉消し飛ぶー。お戻りください。 FP が減ったままになってる。よいしょー。ああ、なるほどね。この下からもふわーっといってこれですね。そうで、ね、あの、ハッピー側に、なんか、お化けが眠っているお墓があるっぽいので、そこに行ってみましょう。黄金ルージュの松任谷由実さんがいるっていうね。こっちだったかなー。この辺？この辺か。もうちょっと行かなくちゃいけないね。よっしゃ、行くけい、せいせい、パカラッパカラッパカラッパカラー、テレッ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 テレレレ、バンザさん。どこ？この辺？この辺っぽいんだけど、いるかな？あ、なんか、違うな。いやー違いますね。あったあったあった、ルン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 じゃねえ、祝福があるってことはこの辺なんじゃないか。どうだ。あ、全然違うな、全然違うところに行っちゃったな。どうしよう。でもこの辺で言うてもあれだもんね、ないもんね。ルン、はい、お邪魔しました。探すのが大変だよね、本当に。攻略サイトがなかったら永遠にさまよい続けてる気がするんだもん。さすがにこのゲームは攻略サイトがないと、もうゲームがグダグダになりすぎて、もう
みんなにお届けできないぜっていうことを兄貴からね強く強く言われてるんで、まあさすがにね僕もねやっぱり兄貴には従わなくちゃいけないんですけど、まあブルーホース系長男なんですけどね僕は、なんだけど義理の兄貴がねやっぱいるってことはその兄貴に従って指示に従いますってしゃかりきっていかなきゃいけないから、ちょっと待ってね、もう一旦戻りすぎたから、ほいほい、でたからたた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 たで、もうちょい行った先か、なんかすごい分かりにくい場所にあるのかな、あった、すげえ分かりにくい、わーでも怖いな、またドッキリがあるんじゃないかここ、もうドッキリ嫌なんだけどな、行くしかないよね、霊廟ヶ原、しかもほらお墓だもん、絶対いるじゃん怖いやつ、え今行けないの、謎の、あ違うわこれ、ええ、はい、はい、ああなんだお前らか、お前は別に怖くない、行っていいわ、怖いわ、怖い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 、早い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 、怖っ、びっくりしたー、サービスですよって、ああやってなんか作れるやつが増えるやつ、あじゃあ別に行っても行かなくても一応は良かったってことですね、え、あー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 張り付いてるだけか、でねー、あの変なやつが嫌なの、あのちっこいやつ張り付いてるやつ、いろんなところに骸骨くらいだったらね、もう動きも別にさ遅いしさ、あー痛いんだけどね、めちゃめちゃ痛かったわ、びっくりした、はい、あやったアイテム、輪骨のかけらもそのまんまやん、ほい、蘇ったが最後博士スラン、博士スラン2レベル2がある、どういうこと、ちょっとあれか、あの2つ生えてますよみたいな、お花が2つありましたっていうことなのかな、あれはただの銅像っぽいよね、ああダメ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 ダほいショット、ワンショット、あいててててて、お前ら近接、近接攻撃もできるのか、甘いですね甘いですね、やばいやばいやばい、復活する復活、その前におやすみなさーい、結構復活するまでのあれだね差があるから、おおなんか増えてるの、甘い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 、両手の方が効いてる、んなことはないか、片手でも一緒か、そう一応筋力がね31を超えたからね、こいつを片手で扱えるようにはなってるんですよ、あれあれどうしたらいい、行き止まりなんだけど、迷路、あーあった、全然迷路じゃなく、シンプルに観察力がない、帰る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 、あーあーそこか、もう音楽が、音楽っていうかなんかもう効果音が急にミレーションヌンヌン、はい、え、あー待ってね、同じような仕掛けがあったよね、よし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 、マニア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 、チリア、チャ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 、いるしー、これは、これダブル、ダブルトラップじゃねえか、ハニートラップだけで十分っすよ、もう筒持たせー、オッケー、チチ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 
うん、うん、つい、え、なんでなんで復活してんの、アホなの、乗ったらダメってことか、あ、でも乗ったら上にも行けるってか、悩みどころだな。まあ上に行くんだけどさ、ちょっとあれ時間制限で戻るとかそういうオチ、ありがとう、ありがとう、ありがとう、手伝えたいよねー、もう一回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 沈んで、もう一回沈んで、もう一回沈んで、あ、いいね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 、待ってー、お前ー、わ、ここ、ここ、ここさ、初見トラップ多すぎてびっくりするわ、ほんと焦ったー、つい、オッケー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 、あ、なんか沈められてる。お前。まあ、あいつらここに登ってこれるってことはないだろう。で、どっかからまた、カチョコン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 、あれ。元の場所に戻ってきてる？いや、そんなことはないよねー。スリー、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 やばい。あ、ちゃ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 。なんでこいつのことを切り刻まなかったんだ。はい。オッケー。で、こっちか。ああ、上に来れたね。こいつの後ろ姿を見てましたからね。レバーを引く。レバーガチャ。で、どっから扉が開きました。あ、なんか全然ドリンク飲めないなと思ったら、あ、またどうせ戻るときにさ出てこなかったわ、もっとなんかゴリッとくるのかなと思った、あー来た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 、やっぱボスだよね、もう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 、そして民兵スケルトンの術、さあ何がいるかな、御所影、あー来た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 、わー、なんかおてて、おて、おててパニック、おててパニック、なんかエビとカニの融合体みたいな、そしてなんかすげえ、あーどうもー、しびれれー、ちょ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 、あれこれなんかもう勝手にやってくれてる感じ、お前俺の手下のとも、どこ行った、どこ行った、だが残念復活するんですね、あー、はい、おしまい、よくわかんないなこの世界観は、中世首なし騎士ってルーテル、あー、あいつですね。首なし騎士。あれ、なんだったっけ ?1470 のやつ。で、これで戻れるというとこですね。よし、オッケー。じゃあ戻、ちょっと、戻りましょう。素材を取る。ネッシー。オッケー、1番。さーてと、次はあれかな、第4マリカ教会の近くに、第4マリオ教会になってる？第、ちゃうな。合ってるか。第4マリカ教会の近くにあるっぽいので、こんな、あー、おのじゃ。見逃すよね、普通にね。第4、あ、てか、これだったら第4マリカ飛んだ方が早いか。あ、違うの、巡礼教会、あれ、あー、こっちか、第4マリカ教会の、なんか近くに、まだボスがいるっぽいので、まあ、時間的にはそいつを倒したらちょうどいいくらいになるかもしれないですね。あと、ここを遊ぶ価値がどのくらいあるかっていうところではあるんだけど、違うな。ん？ん？待ってね。南東だから、こうか。で、ここはな。北東だ、北東だ。じゃあ南東だから、こっちか。南東。この辺？違うな、あれ？こっちか。こっちの方に降りていくと、ある。あ、でもこれあれだもんね。ローガ夫婦圏パート2だもんね。と、洞窟がなんかあるという噂を私、お耳に挟んだんですが、え？もしかして、ここら辺を降りていくってこと？違うな。でもこれ南東じゃないもんね。どう見てもね。南東は今向かってる方向だもんね。どこ行ったらいい？
うんとね、あ、分かんなくなっちゃった。これか。これだな。違う。ないな。ちまち。第四マリカ協会、第四マリカ協会。モッツ。モッツ。素材を取る。あれ？すんげえ近い場所にあるっぽいんだけど。モッツがこの辺にある。そんなに離れてはなさそうだったんだよなぁ。一旦ごめん。見つけるまでカットさせてもらおうかな。あーと思った。瞬間にあったわ。ここだな。オッケーオッケーオッケー。よし、じゃあ、行くか。降ります。洞窟ってこと、こいつつけとかないと危ない。いやー、光ってるねー。スイー。ジュワン。さあ行こうか。さあどんなのが眠っているかですよね。さあインターバル有効。さあまた狼とかがいっぱいいるのかな。あでも狼じゃなくてさ、ネズミか、ここら辺の生物は。でね、戻ってこれない穴蔵にヒュッと落ちていくタイプのあれだからな。え、おお、頭がおしゃれなやつがいる。じゃあ行きますか。ちょっと待って。待って。毒、グリグリに毒溜まる。うっそー、その毒が溜まるような。どんなのが潜んでんのよ。怖っ。こっち向かってきてるやついるし、ちょっと待ってね。よいしょー、ちょっと待って、毒ってるー。よしよしよし、オッケー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 。めちゃめちゃいるな。これ戦うべきなのか、奥までも走ってってしまった方がいいのか。オッケー。おー、そうだよー。あ、もう奥がある。あ、ちょ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 、逃げる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 。おー、お前、あれ、もしかしてマサミなんだか、ここのボスは。じゃーでいいのか。あー、ボスだな。もうボスか。ちょっとは待って、クバラそのまんまやから。上に行きたいんだけど、この上に行き方が分かんないな。いや、すげえ臭そう。ほい。あー、食らってるわ。オッケー。やべ、毒カビキノ。毒のカービィキノ。どういうことや。あー、こいつか。こいつダメなんだよな。あっちもあるな。ってことは、あっちから行って、いけ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 、なんかぬるっと落ちてきた。いやー、これ降りていい、大丈夫なのか。まあ一応毒を回復するアイテムは持ってないことはないけど。ねえ、じゃあ確保決めていくか。走るぞ、走る準備 OK。 今避けたよね。避けて。おお、でっけーラットー、ラットーラットーから逃げるっとー、さよならっとー、バイバイっとー、ことこっとー。あー、オッケーオッケーオッケーじゃない、絶対オッケーじゃなかった。しかも全然そんないらないってやつだったな、残念。おっしゃー、オッケー。じゃあもう行きますか。来ないよね。あー、毒を噴射してるだけですね。オッケー。さて、ちょっと待ってね。一応さ、こいつ毒状態を癒すっていうやつを装備しといた方が良さげな気もする。
よし。で、こいつが使えるかわかんないけど、お邪魔しば、ちっかせんま、ミランダフラワー。よいしょ。よいしょ。もう毒になってることとかも構わねえよな、もう。これ、とにかく、とにかくやり続けるしかない。よいしょ。よいしょ。もう一方的に、ミランダフラワー。もう、オッケー、バイオハザード終了のお知らせ、ありがとう。あ、まだ、ああまだいるって思ったけど、なんとかのメダリオン、メダリオン、次気になるメダリオン、あ、ちょっと待って、なんか次ゴリゴリに削られてってる、その前に先にアイテムを見て、メダリオンはここで見た方がいい。スタミナの最大値を上昇させる。うわぁ、なんかもう、いろいろと、いいやつが増えてきたなぁ。二つしかつけれないっていうのはなんか辛いな。これどうやって増やせるんだったっけ？メダリオンをつけるの。とりあえず戻るか。戻れば多分、あれだよね。体力が削れていくことも防げるんじゃなかろうか。よし！じゃあ、すすり泣き半島もだいぶいいところまで進んできたところではありますので、一旦ボス、ここまでに終了。いや、ちょっと待ってー、毒ってるやん。ドク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 ドッピドッピ言ってる。よし、オッケー。よし、じゃあ一旦ここで終了させていただきます。ぜひチャンネル登録ボタン、グッドボタンもよろしく。ではまたお会いしましょう。バイバイ。